3回のデートで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LLC チャンネルということですね。今日もやっていきたいと思います。じゃあ今日はいつもうちマチコン婚活パーティー開催してるんですけども、そこで3、4回来ていただいた男性のお客さんいるんですけども、ちょっとお声掛けさせていただいて、セミナーあるけどどうっていうことで聞いていただいてて、恋愛スクール受講していただいたんですけども、その方のファッションコーディネートと、それからヘアスタイルカット、そして写真撮影、こちら3つ動画に収めてますんで、 ZARA とか GU とか H&M とかで、ね、できるだけコスパよくファッションコーディネート、そしてヘアカットの方も行ってきて、写真もバッチリ撮ってきましたので、こちらをお送りしたいと思います。それでは現場に行きます。はい、あのコーディネート、はい、あ、そうコーディネート、まあ、髪型セット、はい、で、なんか撮影っていうことで、はい、今どんな気分ですか？あのめちゃくちゃ緊張してます。緊張してます、はい、じゃあその緊張したまま行きましょう、はい、今日はですね、小田さんのファッションコーディネートを、やっていきたいと思います。コーディネーターはね、女性のコーディネーターで、もうめっちゃ信頼してる人なんで、ね、まあ、うちの塾生は、コーディネートをやってもらいます。で、今日はですね、ZARA で買い物したいと思います。今日はどうですか？ちょっと緊張してますか？あ、そうですね、もう今でも緊張してます。今緊張してますか？楽しみです ね、 ですね、ガラッと変わったらいいですね。じゃあちょっと今日は頑張って帰ってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ZARA来たことあります？いえ、初めてです。初めて。いつもどこで服買ってるんですか？いつもはもう、カマタのユニクロぐらい。なるほどね。今回、まあ、ZARA 結構安いし、おしゃれだし、うん、ファストファッションでいけると思うんで。普段はあんまジャケット着ないですか？そうです。ジャケットパンツは結構何でも合わせやすいというか、外れがないんで女子受けもいいので、そこメインで今後やっていくと結構いいかもしれないですね。僕も結構ジャケパン多いですから、これもZARAだし、こういう感じで。絶対今のコートリーですよ。いいね。明るめのやっぱ色で合わせてあげた方がいいかもしれないですね。これだと結構単調になりすぎちゃってぼやっとしちゃうので、やっぱりちょっと入れてあげる。あ、いい。あ、全然ミンク変わるじゃないですか。あ、めっちゃいいじゃないですか。経営者じゃないですか。経営者ですね、ザ経営者ですね。何があってたちょっと寝癖がちょっと気になる。まあ今日直すんでいいじゃないですか。こういう雰囲気でやっぱ明るい色を入れてあげた方が肌写りが良くなって、こういうのとかね、もしかしたら隠せてみるかもしれない。はい、こういう感じでいこうと思います。いい。はい、次はですね、パンツを買いに、ユニクロに来ております。今日はね、結構ファストファッションで揃えてるんで、金額もそんなにいかないんじゃないですかね。でもやっぱり靴を買うと結構高くなる。まあしょうがないんで、靴はでもいいものね、履いた方がいいと思いますんでね。じゃあこれからですね、ユニクロに向かいたいと思います。ユニクロ見えてきましたね。僕も結構ユニクロを使いますね。ZARA とかバナナリパブリックとかユニクロとか結構使いますんで、インナーとかは特にそうですしね。まあ、今日はねパンツ買いに行くんですけど、はい、ユニクロです。パンツに自分を合わせてそこの意識に変えていくのか、8からですね、グッと、はい、お腹に切れる、下に切れてね、ウエストが尻に向かって、こんな感じで姿勢も良くなって、ボディバランス一つのね、かっこいいじゃん。そこの意識に変えていきましょう、ちょっとぐらい我慢しないと、ちょっとさすがにこれから変える意味がなくなる。
今日はですね、表参道のイエットに来ております。これからカットしていきたいと思います。切ってくれるのは花井さんでございます。はい、よろしくお願いします。リンクラブカレッジのカリスマでございますでね、今日はちょっとお任せしたいと思います。アプリとか、それから LINE の待ち受けで使う写真を撮っております。美容室でヘアカットした後、すぐにこういう写真を撮っておりますので、すぐにマッチングアプリとかで使えるようにやっております。だいぶ変わりましたんで、そこまでなりましたね。いいですね。靴もチャッカーブーツにして、いい感じですね。どうですか、変わって。本当に変わったなって思います。アプリとかマチコンとかでマッチングしたりとか、マチコンで制約したりとかできそうですか？自信湧いてきました？自信というよりか、これからの自分に信じる。まずそこから結果を出していく、でそれから自信をつけていきたい。いいですね。そうですね、やりましょう。はい、 OK です。ありがとうございます。ございます。頑張りましょう。はい、はい。おさあ、どうでしたでしょうか。しっかり髪も切って、そして洋服も整えて写真撮って、美容アフターガラッと変わったと思います。こういった形でしっかりとおしゃれをして、そして髪を切って写真を撮っていけば、マッチングアプリとかマチコンで出会った人の LINE 交換するときとかね、待ち受けに使えますので、制約率がぐんと上がりますんで、やっぱりね、内面の一番外側は外見という言葉もあるぐらいなんで、やっぱりおしゃれ磨いていかないといけないです。おしゃれを制するものは恋愛を制するとまで言われておりますので、ぜひ磨いていくことをお勧めします。で、自分では分からないよって方は、ぜひうちのセミナー受けに来ていただけたら、ヘアスタイル、それからファッション、写真撮影、これできますので、やってみたい方はぜひぜひ、無料相談でも構いません。オンライン、それからリアルに会いに来ていただいても構いません。こちらで個別相談とかセミナーやってますんで、見に来ていただけたら、ここでご紹介させていただいておりますので、皆さんもかっこよくなって、モテていこうと言いますか、彼女作っていこうと言いますか、幸せな人生を掴んでいけたらと思いますので、じゃあそれではまた動画楽しみにしていただけたらと思います。で、この動画がためになったという方、グッドボタンを、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。